JAXA 宇宙研の鳥海です。ソーラーシー EVST では科学課題の検討や運用体制の構築を担当しています。今回のリレートークではソーラーシー EVST の重要な科学課題の一つである太陽フレアについてお話をしていきます。太陽系最大の爆発現象である太陽フレアは黒点の上空、コロナに蓄積された磁気エネルギーが突発的に解放されることで発生します。その解放エネルギーは地球上で最大の地震マグニチュード9の地震のおよそ1万倍から1000万倍という規模に達します。太陽フレアに伴ってコロナ質量放出が発生し、それが地球方向に飛来すると地球側では磁気嵐の原因にもなります。しかし太陽フレアに伴ってどのようにコロナに磁気エネルギーが蓄積し、その太陽フレアがどのようにして駆動されるのか、そういった部分についてはこれまでの日の出衛星でも観測が難しかった部分があり、課題が残されています。例えば太陽フレアは磁気リコネクションと呼ばれる物理過程を通じて発生すると考えられています。しかし太陽フレアを説明できるだけの効率の良い高速な磁気リコネクションがどのようにして実現しているか、これまで観測が難しく決着がついていませんでした。ソーラーシー UVST では高感度高分解能の紫外線観測を行って、暗い磁気リコネクション領域を直接見ることによって高速磁気リコネクションがどのように実現しているのか正体に迫ります。またソーラーシー UVST の観測によりフレア発生時の詳細な速度構造を観測できれば、フレアを模擬した数値シミュレーションと直接比較することでフレアの発生メカニズムを特定できます。このことはシミュレーションを活用したフレア予測にもつながります。2020年代以降有人の月探査が再び計画されるなど、人類の活動領域が宇宙空間へとさらに広がっていくことが考えられます。こういった状況でフレア予測、いわゆる宇宙天気予報や放射線環境の予測、こういったものがますます重要になってきます。ソーラーシーでその最上流である太陽を直接観測し、フレアの発生メカニズムを解明することでこういった部分にも貢献していきたいと考えています。今回はソーラーシー EVST の太陽フレア観測についてお話をしました。今後のリレートークでは EVST の望遠鏡や装置開発などについて紹介していきます。